宣伝省の建物国民啓蒙、宣伝省は、ナチスドイツ時代のドイツに置かれた国家宣伝と国民指導を目的とした省。日本語では国民啓発、宣伝省と訳されることもある。宣伝省と略称されることが多い。1933年3月13日、パウルフォン・ヒンデンブルク大統領によって宣伝省設置法が交付された。 そして国家社会主義ドイツ労働者等で宣伝全国指導者を務めていたヨーゼフ・ゲッベルスが初代大臣に任命された。宣伝省の建物はビルヘルム通りのオーディナ・スペイライズという建物に設置された。ゲッベルスは3月25日に次のような演説を行っている。宣伝省にはドイツで精神的な動員を行う仕事がある。つまり、 精神面での国防省と同じ仕事である。今、まさに民族は、精神面で動員と、武装化を必要としている。ナチス党による、権力掌握が進むとともに、強制的同一化を推進する機関となる、宣伝省の規模は拡大され、国家の文化、経済、その他のあらゆる宣伝に関与した。ゲッベルスの原案では宣伝省の部局は5つであった。 1933年の発足時には9つの部門150人の正規職員、1600人の非常勤職員で1400万ライヒスマルクの予算を消化する召喚庁だった。しかし、同年のうちには正規職員300人と非常勤職員500人に、1936年には正規職員800人、非常勤職員1600人に傍聴した。 1939年には16の部門を参加にし、1944年に予算は1億8700万ライヒスマルクに増加している。大臣の下には3人の時間が置かれ、それぞれ別の部門を統括していた。宣伝省の新庁舎ベルリンミッテクのマウアー通りに残る宣伝省建物宣伝省参加の機関として、文化、芸術、 報道方面の統制を行った。委員長は国民啓蒙宣伝大臣の兼任。帝国文化院の下部組織として、帝国著述院、帝国映画院、帝国音楽院、帝国演劇院、帝国新聞院、帝国ラジオ院、帝国造形芸術院が設置された。新聞社は国家報道評議会に参加することが義務付けられた。評議会では、 掲載内容について詳細な指示を出した。ドイツにおける映画の検閲は1919 19年にすでに始まっていたが、宣伝省設置後の1934年には検閲法が改正され、道徳的かどうかや芸術的感性の部分にも検閲は及んだ。大臣であるゲッベルス自身も映画部門に関与し、しばしばアイデアやテーマを出している。 1938年、宣伝省は映画上映の前に必ずニュース映画を流すことを義務付けた。1940年、今まで4つあったニュース映画はドイツ週刊ニュースに統合された。1933年、各地域に存在したラジオ局が加盟していたドイツ帝国放送協会が国有化され、宣伝省による管理体制が敷かれた。 宣伝省の担当分野は広大であり、他の省庁などと競合する分野もあった。それらの省庁はしばしば宣伝省との間で、権力闘争を繰り広げた。ありがとうございます。